こんなはずではなかった。こんなはずでは。誰も入れるなと言ったはずだ。誰だお前たちは。ウィンガル。ふん、懲りもせず俺の命を狙いに来たか。安心しろ、誰一人駆けつけはしない。暗殺にはうってつけの孤独な王だ。だがここに来たことはきっちり後悔させてやる。何これ。俺もだ。ここは可能性の世界。俺が決断を誤ったために生まれた世界なのかもしれないからな。ニュースヤリンバーエティエディンヤイオ。バーエティはバーイヤオディンジェルクムグティジミティヤイオリュウマイグモンツントゥアースト。アースト、戻ってくれたのか。ああ、俺を許してくれ。何があった。俺に言わせるのか。発端はお前が国民を捨て王位を退こうとしたことだ。ガイアスがなんで。死の病に侵されたカーラと余生を過ごすためにだ。カーラが死の病に。カーラ妹さん、ガイアスの。一度決めたことをお前が曲げるはずはない。だから俺はカーラに頼んだのだ。お前を説得してくれと。カーラは理解してくれた。それがまさかあんなことに。カーラは自ら命を絶ったのだな、俺を止めるために。すまない、アースト。そんなつもりじゃなかったんだ。信じてくれ、信じてくれ。そのショックでこの世界の俺は姿を消したのか。貴様はアーストではないな。確かにお前の知るアーストではない。だがアーストの気持ちはわかる。わかられてたまるか。俺の真の友はアースト・アウトウェイただ一人だ。俺とお前が友であった可能性か。だがそう思っていたのは俺だけだった。アーストは国民をして俺を捨てた。なぜだ、なぜなんだアースト。タイムファクター。ルドガーが確かめるまでもなかったわね。ガイアス、いいの。分子世界を壊すとはこういうことなのだろう。この苦しみを知らなければルドガーの覚悟を図れはしまい。来るぞ。これがタイムファクターの力か。皆さんの時違うブースターを使ってるんだよ。変な人もうやどうやってやるの。燃え上がれ。この程度ではあるまい。レインスピンガー。カードアイティグレイストーブ。アイバーセイ俺の前を行く。俺の前を行く。やるべきことをやったまでだ。さすがは王様。強き力我に。助けてくれアースト。そこに座る人間は子より善を優先しなければならない。王とは自分自身すら捨てねばならぬ孤独なものなのだ。俺には耐えられない。そうかルドガー、あとは任せる。見事だ。ご苦労だった。あれが分子世界なのだな。俺もカーラのために王位から退くべきか苦悩した時期がある。だが結局王であることを選んだ。なぜかわかるか。ヘレンピオス流の考え方だが間違っていないかもしれん。こうして人々と交わっていると力を与えられるのだ。俺は彼らのために身を挺す王という仕事が好きなのだろうな。ルドガー、これはお前の問題でもある。分子世界破壊の過酷さはどんな強き者の心も蝕んでいくだろう。一人で戦い続ければいつか孤独に飲み込まれるぞ。孤独って一人ぼっちってことでしょ。じゃあルドガーは違うよ。エルたちがいるし。言うことだけは一人前ね。そう、エルは一人前。ねえガイアス、支えになってくれる人は多いほどいいと思うけど。そうだな。助けが必要なら声をかけてくれ。一杯やりたい時でも構わんがな。やったねルドガー、ガイアスが認めてくれるなんてすごいことだよ。おごってくれるの？いいや、割り勘だ。本当に認められてる？ああ、ガイアスの記事書くのずっと先になりそうだな。仕方ないよ。ガイアスって黙ってるけどすごくいろんなこと考えてるでしょ。それをちゃんと理解するにはまず私が大人にならなきゃ。ルドガーのことも同じ。面白半分で記事にしたりしないから安心してね。